今年で創刊25周年を迎えた美容雑誌のパイオニア、ボーチュエが主催する、ボーチュエベストコスメアワードが12月14日に発表され、ボーチュエ最も美しい人2022特別賞をキスマイフット2の玉森裕太が受賞しました。最も美しい人に選ばれたお気持ちは 形になっていただけるというのはすごく光栄。これに恥じぬようこれからも自分磨きを一生懸命頑張っていきたい2022年を振り返って駆け抜けたかなとは思いますね キスマイとして3年ぶりの有観客ライブを再開できたこともそうですし2期連続でドラマに出演させていただいたことも大きな経験だった美肌を維持する美容法はお水は毎日たくさん飲んでますね1日3リットルは飲んでるんじゃないかなあと毎日パックをしてますね朝も夜も。 今年のクリスマスの予定はマネージャーさんは気を使ってスケジュールを空けてくださっているんですけど本当にすることがなさすぎて友達と事務所の後輩と暇な人同士で栗りぼちオンラインゲーム大会だと思いますこれから目指していく美しい大人の男性像は 男性はかっこつけなくなってからがかっこいいっていう言葉を聞いた時にすごくいい言葉だなぁと思ったそんな大人の男性を目指していきたいジャニーズの美容男子三宅健さんは自身にとってどういう存在ですかジャニーズの先輩であって美の先輩でもあるので美について何かお話を聞ければ嬉しいです キスマイの千賀健とさんも美容男子ですよね。せんちゃんもすごく美容が好きでいろいろと試したりチャレンジをしているので何か良いものを教えてもらおうかなと。と美容トークはしますかたまに教えてもらったりしますよ。こういう化粧水がいいかもとかたまはこういう肌質だからで。 千賀県とさんにライバル心はライバル心ですか僕は別にないですね。第1回の受賞は松本淳さん。今回の受賞について話したことは ?LINE 知らないです。なので残念ながらお知らせすることはできないです。